やだ、ロキ。いやよいやよも好きなうちや。おいずたん、一気に行ってみよか。ダメ。うわどや、これでどや。きつい。嘘や、うちとあいつたんは一心同体。うちが切られるもんはあいつたんによって切られるはずや。くっ、胸痛い。これもうひと踏ん張りや。このおそろの水着でイチャコラ水着ライブを。何やってるんですか。それで犯行の動機は、お揃いの水着を着てプールで遊びたかったと。せや、親子でペアルックとか最高やん。みんな熱々なうちらに釘付けやで。ロキの水着を無理やり着せようだなんて、アイズさんを締め殺す気ですか。殺人未遂です。レフィア、発言きつなってん。とにかくせめて水着を送るならまともな水着にしてください。せっかくアイズさんの水着が見られる絶好の機会なんですから。まあしゃあない。他にもアイズさんに似合いそうな水着はいろいろ用意しとるからな。アイズさん、どうや。胸は痛くないけど、変じゃない。変なわけなんてあるわけないじゃないですか。かわいい、かわいすぎです。アイズさん、どう、清楚でありながらほのかに醸し出されるエロス、最高最高や。アイズさん、でも泳げない私が着てても。そんなことあらへん。ビーチバレーに水かけっこ、プールには楽しいことがぎょうさんある。せや、アイズさんの美肌が日に焼けんよう、うちが日焼け止めをみっちり塗って。なんですかそのいやらしい手つきは。アイズさん、浅いプールで遊びませんか。それなら怖くもありませんから。うん。それいや気持ちよくないですか。アイズさんも思いっきりやり返してください。思いっきり、思いっきりです。せっかくの機会ですし、思いっきり楽しまないと。うん。テンペスト、津波。程よく、程よく、思いっきりじゃなくて、えい、えい。美少女たちの共演が始まったか。計画の第2段階に進める頃合いやな。必ずうちの望んだ理想郷を、キャッキャウフフの夢世界を、このポラリオサマーランドに作り上げてみせろ。そのための最大障壁、うちは超えてみせんで。はい。
そこの喧嘩い奥に誰かおるやろ。なーに言ってんだい、気のせいだろう。リリ殿、無事に春姫殿が。ゴニョ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 。春姫様が？二人きりはひどく危険な気が。あっちょ、リリ殿！なんや、何ごちゃごちゃしとるんや。なんでもない。木陰が気になるなら好きなだけ調べればいいさ。それじゃ僕たちは行くからさ、ミコトくん他のプールも見て回ろうぜ。相変わらず不快なもんゆさゆささせて、なんやったんやあいつら。なんだか慌ててる感じでしたね。それより大切な用事って？ロキさっき言ってた。せや、どちびなんぞかまっとる場合やない。うちには大事な使命があるんや。俺みんな行くで。うちの理想郷夢世界、オラリオサマーランドの最後のピースをはめにな。断る。天地がひっくり返ろうが、私がお前の用意した水着を着ることなどない。なんでや、めちゃくちゃ可愛い水着やのに。いつぞやのメレンでの水着もそうだが、そんな布面積の少ない衣類着られるものか。そうです、ハイエルフの方々にそのような無礼、何を考えてるんですか。不敬罪は火炙りですよ。レフィア、代わりに早ない。私はエルフとして鉄頭鉄尾リベリア様の味方です。レフィアかて、かわいいかわいいリベリアママの水着姿見たいやろ。うちはうちだけの満足のためやない。神として世界をハッピーにするために水着を着てもらいたいんや。言いたいことはそれだけですか。リベリア様に害なそうと言うのであれば、私たちエルフが。どっから出てきたお前ら。こりゃあかん、一旦逃げて。アイズタウン、私も。まったく、みんなして親を何やと思っとるんや。ちょっとくらい言うこと聞いてくれてもええや。でもリベリア困ってた。私もリベリアが嫌がることは。アイズタンまで。あんな、これには深い理由があるんや。理由？せや、実はリベリアにはジャガマル君が美味しく感じられんようになるカスがかけられてしもうたるんや。聞くも涙、語るも涙の呪物たん。長い話になってまうが、聞いてくれるか、アイズたん。ダンジョンの深層にある呪いの泉、そこに落っこちてもうたリベリアはジャガマル君を美味しく感じられへんなるカースを受けた。今も怪獣はできてへん。大好きやったジャガマル君を口にしては泥のような味にもだえ苦しむ日々を送っとるんや。そんな、全然気がつかなかった。リベリアは強がりやからな。そんなとこは
特にアイズさんには見せたないんやろ。せやけどうちもあの子の親や。黙って手をこまねいとったわけやない。方々に手を回してな、ジャガマル君の精霊の加護を得たこのありがたい怪獣の水着を手に入れたんや。怪獣の水着。この水着をまとえばすっきり呪いも溶けて美味しくジャガマル君を食べられるようになるんや。でもリベリアは呪いの影響もあってアーも水着を嫌がるからな、どうしたもんかと困っとったんや。それなら水に着せなきゃ。せやろせやろ、さすがアイズタンや。ちょ、いや保護者思いのええ子や。水着を着せんの手伝ってくれるか。ジャガマル君が美味しくないなんてこの世の終わり。ほんじゃあアイズさんにこの水着託すでいい。絶対にリベリアに着せるんや。あ、それとこの呪いの話は他のエルフには話したらあかんで。エルフに知られたらこの呪いが拡散されるって言い伝えが。わかった。へえ、そんなカースがあるんだ。うん、この世で一番怖いカース。それはちょっとわかんないけど。怪獣の水に何とか着てもらわないと。ロキの話じゃカースの影響で他のエルフも水着を近づけると怒り出すんだって。うん、レフィーヤは水着着てたけど若いからカースの影響が薄いらしくって。変なの、なんかロキの言い訳っぽいけど。でもジャガマル君が泥の味になるとかありえない。そんな地獄生きてても仕方ない。まあカースはなんとかしなきゃね。けどさ、リベリアに水着を無理やり着せるとか海藻主を倒すくらい難しそう。それでもやらなきゃ。放っておけない。うん、わかった。じゃあ私も手伝う。え、リベリアがカースにかかってるなんて私も心配だし、一緒に解除してあげようよ。私たちならできるって。うん、太陽と北風。うん、昔読んだおとぎ話でね、旅人の服を脱がせるために太陽さんと北風さんが一生懸命頑張るお話なんだ。なんだか変わったお話だね。英雄譚じゃないけどとっても面白かったんだ。それでね、あのお話みたいにすればリベリアだって。どうした、ずいぶんと物々しい佇まいで。まさかお前たちまで私に水着を着ろなどと言い出すんじゃないだろうな。まさか。ただちょっとリベリアに聞きたいことがあって。あ、ごめん、掃除しようと思って持ってきた水桶ひっくり返しちゃった。ティオナ、ドジっ子なんだから。明らかに蹴飛ばしたように見えたが。びしょ濡れのままだと風邪ひいちゃうから、そこの着替えを。無用だ、
王の魔法？一瞬で乾いちゃった。掃除をするならもう少しおとなしくやれ。余計に散らかしては意味がないぞ。うん。くそー、やっぱり手強いな。北風作戦は無理か。どうしよう。なんの、まだ太陽作戦があるから。アイズ、さっき話した感じでやってみよう。うん。リベリア、これスープ、売店で売ってたものか。うん、熱々の。さっき水かけちゃったから。あと熱々のおでんも。妙に温度が高いものが多くないか。早く食べて。中から体温めないと。風邪ひいちゃったらみんな困るから。この暑さだぞ。熱々をハフハフ汗だくで食べれば健康って偉い神様が言ってたと思う。よくわからんが、食物を無駄にするわけにもいかないか。早く食べて、いっぱい汗かいて。そうそう、こっちに着替えも用意して。そら。氷の魔法？うん、これくらい冷やしておけば、美味しくいただけそうだ。お前たち、ありがたく食べさせてもらうぞ。どうしたらいいのかな。何やったって魔法で解決されちゃうし、こうなったら力づくしかなくない？リベリア、すごく強いよ。だよね。本気で魔法使われたらどうしようもないもんね。でもカースは何とかしなきゃな。絶対にダメ。ジャガマル君のない人生なんて。うん、やっぱり玉砕覚悟で突っ込むしかないか。私たちが力を合わせればリベリアを抑え込むくらい。今度は随分と物騒な話をしているな。リベリア、なんでここに。先ほどからお前たちの様子がおかしかったからな。少し気になって見に来てみれば。そんな、アイズさんにティオナさんまでロキの手先になってしまうなんて。手先ってわけじゃないんだけど。でもいかにお二人でもハイエルフに水着を着せて恥ずかしめるなんて許すわけにはいきません。アイズ、どうしよう。よかった、カースの話は聞かれてなかったみたい。そっち？なんだかよくわかりませんけど、リベリア様を狙うなら私たちが相手です。アイズ、逃げよう。え？この数が相手だと本気でやんなきゃいけないから、怪我させちゃうかも。あ、待ってください。はあ、無理やりも難しいか。そうだね、みんなと戦いたくない。何やってんのよ、あんたたち。ティオネ、ちょうどよかった、私たちに協力。
何言ってんのよ。どういうわけかエルフがみんないなくなって見回りの人手が足りてないの。あんたたちも手伝いなさい。あ、じゃあ私が手伝うから合図は自由にさせてあげて。は？合図、私が合図の分も働いとくから合図はリベリアに水着着せる方法を考えて。でも、あんたたち何の話して。いいからいいから、ほら早く見回り行こう。ごめんねティオナ、私が頑張らないと。アイズさん、レフィーア。あの、すみません。え、さっきはそのカットしてしまってつい強い言葉を。私の方こそごめんね。アイズさん、どうしてロキに協力するんですか？それは、私はたとえロキの真意でもリベリア様を困らせるようなことはさせたくありません。私もそう。だったら、だから悩んでるのかな。え？リベリアを困らせたくない、レフィーアたちとも戦いたくない、そう思ってるから。わかりません。それならロキの頼みなんて無視すればいいだけじゃ。何かアイズさん困らせちゃった？変なことは言ってないはずなのに。あ、そうだ、これ食べません？ジャガマルくん。難しい顔して悩むんじゃなくって、美味しいもの食べて気分を変えて解決方法を考えましょう。これプールでしか買えない限定の冷やしジャガマルくんなんです。アイズさんと一緒に食べようと思って。ありがとうレフィーア。いえ、私はそのアイズさんにもリベリア様にも嫌な思いはしてほしくないだけで。早く食べましょう。そうすれば何かいい案が浮かぶかもしれませんし。うん、アイズさん、やっぱり違う。確かにいつものジャガマルくんとは少し違いますけど。こんなにもすごい、こんなにも美味しいものを。はい？レフィーア、私やっぱりリベリアに水着を着せなきゃ。どこをどうしたらそういう結論になるんですか？行ってくる。もう迷わない。アイズさん。リベリア、水にジャガマルくん、どうしたら。もう後戻りはできない。そうだ、僕とベルくんだってそんな夜のプールで遊んでたらもっともっと仲良くなって。
を人の垣根なんて越えて、そういう感じのやつになってしまったり。この声、ヘスティア様。え？ベル。な、アイズさん。バレンナリガシ君。ここ男の人は。うん、あそこに未確認飛行者が丸くん UFJ が。空飛ぶジャガマル君、そんなのがあるって知ったら、ひょっとしたらリベリアもカイジの水着を。違う、もっとあっち、プール側に。あっち。ブク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 。え、水、どうして。ブク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 。ダメ、意識が。ベル。アイズさん、大丈夫ですか。あれ、ベル、どうして。アイズさん、あ、プールに落ちちゃって、それで。助けてくれたの？ありがとう、ベル。いえ。あ、未確認飛行ジャガマル君は。どっか飛んでっちゃいました。それもすごい速さで。そっか、残念。捕まえたかったな。そうすればリベリアを説得できたかも。あ、けどどうしてベルが。ここ男の人は入れないってロキが。それが、その、なんというか。ん？ごめんなさい。ファミリアのみんなが一緒に遊びたいって僕をここまで連れてきてくれて、いっぱいいっぱい僕のために無理してくれて、それでやっぱり僕もみんなと遊びたくて、みんなの気持ちに応えたくてここに。そっか、ベルはみんなに好かれてるんだね。ベル、こっち。おいず、あれ、アイズさんの声がしたと思ったんですけど、気のせいでしょうか。言ったね。アイズさん、どうして。君が追い出されちゃうと悲しむ人がいるって思ったから。アイズさん。そう、誰も悲しませちゃいけないんだ。リベリアも、レフィーヤも、ジャガマル君も、みんな。てちか！ん？あ、そうだ。水着って、どうしたら着たくなると思う？はい？水着を着たがらない人に着てもらう方法ですか？うん。私じゃどうしても思いつかなくて。その人も恥ずかしいとかいろいろあるんだと思うけど、どうしても着てもらわなきゃいけないから。アイズさん。
嫌がる人にというのが難しいですね。その人の気持ちも大事ですし。うん、誰も悲しませずに来てもらう方法、そうじゃないと意味がないから。それでも来てもらいたいだけの理由があるんですよね。もし僕なら真正面からお願いすると思います。え？分かってもらえるまで何度でも話して、何度だって頭を下げて、いい加減じゃない、本当にそう思ってるんだって僕の気持ちが伝わるまでお願いし続けると思います。真正面から。実は僕も最初はこのプールに忍び込むのってあまり気が進まなかったんです。え？だけどみんなが誘ってくれて、まっすぐ僕が必要だって言ってくれたから、それがとっても嬉しくて、夏をプールを一緒に楽しもうって思えて。あ、規則を破っちゃった言い訳にはならないって分かってるんですけど、僕もそのみんなの気持ちに応えたいってなっちゃって。あ、変な例えですけど、きっと会津さんの気持ちがきちんと伝わればその人も水着を着てくれるんじゃないかって。会津さんが真剣なことは僕にも伝わってきましたから。うん、やってみる。私もベルが言うように真正面から正直にお願いしてみる。はい、必ず伝わりますよ。うん、ありがとうベル。断る。そんないけずなこと言わんと。頼む、この通りや。そんなこと言ってメレンの時もハレンチの水着を着せようとしたじゃないですか。何度言われたってハイエルフを恥ずかしめるようなこと許しませんから。何の騒ぎなわけあれ。ついにロキが出てきちゃったか。あいつうまくいかなかったのかな。ティオナ、あんた見回りほったらかしてどこ行ってたのよ。あ、あっちのプールで潜水してて。あ、何よそれ。ロキ、アイズさんやティオナさんまで巻き込んで、今度という今度は本当に幻滅です。ちょって、これには深いわけがあってやな。ほう、一応聞いてやろう。実はな、ハイエルフに水着を着せろってミッションが来たんや。泣いてつくような目で見んといてえな。ほんま、これほんまやから。歓楽街炎上とかダンジョンの連続イレギュラーとか、なんか変なこと多い昨今やろ。せやから、オラリオのみんなはハッピーにしろってギルドがうちにこの水着を託したんや。そんなわけあるか。ゲホー。あれ、私が合図から聞いてた話と違うけど。やっぱり合図さんやティオナさんを騙して味方につけてたんですね。ち
象徴、誤解や。リベリア。アイズ。アイズさん。なんだアイズ。何度言われても私は水着など。私は。きっとアイズさんの気持ちがきちんと伝われば、その人も水着を着てくれるんじゃないかって。アイズさんが真剣なことは僕にも伝わってきましたから。私はリベリアに水着を着てほしい。待ってください、アイズさん。今ロキの嘘がバレたところで。ロキは関係ない。私はリベリアと幸せになりたいだけだから。どういうことだ。私はリベリアと水着で冷やしジャガマル君食べたいの。え？私の本当の気持ち、リベリアが嫌な思いするのはダメだけど、それでも冷やしジャガマル君を一緒に水着を着て。言ってることがよく。お前の持っている水着を着ればいいのか。あ、リベリア様。構わんさ。この子がこんなにも己の意志をあらわにすることは珍しい。たまにはいいだろう。リベリア。幸いここには男どももいない。合図の気も晴れるというならお前も納得できないか。それは。レフィーヤも一緒に冷やしジャガマル君食べよう。アイズさん。ついに難攻不落のナインヘル落としたで。これでいいのか。あまり見るな。ここには男の目がない分マシではあるが。ああ、リベリア様、なんて麗しい。眼福が凄まじいわ。焼き付けるのよ、一生忘れないように。居心地が悪くてかなわん。ジャガマル君はどこか人気の少ない場所で。あっちにプライベートプールがあるわ。そこやとバッチリや。行こう、リベリア。ああ。なんだと？僕はしつこくなんかない。しつこいです。過保護です。激甘な神様です。何かといえばベル様、ベル様って。え？二人とも声が大きいって周りに聞こえちゃう。自分ら何しとんねん。ここはビップしか入れんうちのプライベートプールやで。ああ。少年、やっぱり自分プールに潜入しとったんか。ロキー。それにベルクラネル？どうしてあなたがここに？レフィーヤ！
母さん！告げ口はしてないんだけど、みんなの声大きいから。元気様のティオナ様まで。あの、これはみんな僕のために。だからみんな悪くなくて。うるさい！さっさと出て行ってください！それと間違ってもあっちを見てはいけません。見たら燃やします。ウサギの消し炭にしてあげます。え、あっち行って。おっと、こだったわ。リベリア様が羞恥と恥辱にまみれて石化なさってる。ピルクラネル覗き変態許すまじ。必中の矢アルクスレイ。あチョコマが逃げるな。おとなしく消し炭になりなさい。あちゃ、大丈夫かな。アルゴノート君、大丈夫？リベリア、冷やしジャガマル君食べて落ち着いて。ああ、すまない。そうだな、いただくとしよう。おいしい？ん？うまいか。よかった、カイジュの水に効いたみたい。は？カイジュ？水着が？よかったね、アイズ。これでカースも解けて、リベリアもジャガマル君美味しく食べられるよ。うん、ジャガマル君が美味しくなくなる怖いカース、消えてよかった。精霊の水にすごいね。何の話だ。そんなカースの話など聞いたこともないが。え？まさかお前たち、そのために私に水着を？そろーり、そろーり。ロキ。そういうことか。すべて貴様が合図たちをたぶらかし、私にこのような地帯を。ふぶけ、三度の言動。それはあかんやつや。我が名はアールブ、ウィン・フィンブルベトル。